あの傑作期の後継機が、ついに誕生したんだぜみなさんこんにちは。ゆっくり解説の霊夢です。マリサだぜ。今回はマクロス機体解説編ということで、マクロスフラッシュバック2012で初登場した、あの独特なフォルムで引き付けた、VF4 ライトニングの解説を行いたいと思います。動画をご覧になっていいなと思った方は、ぜひ高評価&チャンネル登録よろしくお願いします。VF4 はあの VF1 の後継機として、第一次世界大戦後に正式採用配備された機体となっています。VF1 の後継機として、VFX3 と VFX4 が開発候補として挙げられ、第一次世界大戦中も研究開発が行われていましたが、VFX3 の方は、皆さんご存知、ジェントラーディの衛星軌道爆撃により、地球の研究施設もろとも消失してしまったため、結果として開発が VFX4 に一本化、そうして完成したのがこの、VF4 ライトニングとなっています。また、開発にあたっては、第一次世界大戦のエース、一条光などの意見も取り入れられ、総合性能は VF1 と比較し 40% も向上するなど、VF1 の後継機としてふさわしい機体となりました。ただ、これには欠点もあって、皆さんご存知 VF4 はメガロード1の随伴機として、採用されているため、必然的にその戦闘地域は宇宙に偏り、そのため、ある意味宇宙戦闘にして大きく、振り分けた感が強い機体になったんだぜ。そのため、大気圏内の戦闘においては、その性能は VF1 に劣るなど、一長一短な機体であったことが伺えるんだぜ。しかしながら視線上のことを考えると、それなりに正しい判断だと思えるんだぜ。おそらく VF1 も一定数は搭載していると思われるし、ある種の適材適所的な配備だと思うんだぜ。異常だぜ。と、完全なる汎用機とは言えませんが、その性能が格段に進歩していることは間違いなく、2012年の生産開始から、2022年の生産終了までに、8245機が生産され、各メガロード級の護衛部隊として配備されました。その後は大気圏内での、戦闘に強い VF5000 が配備されると、もっぱら VF4 は宇宙専用機的な扱いとなりました。と、ここで各種機体情報に移りたいと思います。ローディング。初めて見た時は、なんだこのかっこいいヴァルキリーは、でしたが、それと同時に、どうやって変形するのって感じの機体でした。個人的に、何よりファイター形態が美しすぎます。と、話を戻します。VF4 の武装は、比較的簡素で、また、機体内部に格納されているものがほとんどです。これは、VF1 が主翼下部の、ハードポイントに兵装を装備した結果、機体バランス並びに、ステルス性が損なわれたことに対する反省とかなんとか。また、ガンポットではなくビーム兵器が主体となっており、これは、宇宙空間が視線上とされた本機は、できるだけ気温等の影響を受けずまた、エンジンが稼働していれば弾切れになることがない。ビーム兵器の方が優秀であると判断されたためとなっています。主な武装は、大型ビーム砲2門、長射程ミサイル、となっています。シンプルですね。これは、メガロード級の護衛に、VF4 装備のスカル大隊がついていたのはもちろんですが、ジェントラーディの艦隊もついていたため、それなりの戦力がすでにあり、やたらめったら重装備である必要が、なかったからなのではと考えています。本機は変形が複雑なので、久しぶりの360度3段変形をどうぞ。
わかりにくいかもしれませんが、主翼上部前方が腕、主翼下部が足となっており、脚部は H の形をして股関節を90度曲げて、負のような形で格納されています。よくこんなに綺麗に変形するなと、とても感心しますね。では、お次はゲームシーンへどうぞ。ローディング。VFO ライトニング3、発進を許可する。出撃します。成功させてやる。敵が戦闘エリアに侵入。迎撃せよ。作戦開始よ。いいわね。前にも後にもなかなか見られない独特なフォルムをした本気ですが、皆さん大好き VF11 が登場するまでは第一線で活躍し、生産が終了しても10年間は戦ったという、この時代にしては長生きというか後継機がなかなか出てこなかった悲しい機体ですね。しかしながら裏を返せば、それなりにヤバい敵の出現がなかったいい時代だったのかもしれませんね。ゲーム VFX にも冒頭に出てきて、主人公の力量を試すための機体として使われるなど、それなりに現場では働き者だったのかもしれませんね。また、ゲームマクロス M3 においては、マックスとミリアがダンシングスカルを結成、文字通り敵をスカルにする道具として、本気も登場しましたね。と、このあたりで VF4 の解説を終了させていただきます。次回は1回年表解説を挟んで、その後マクロスフロンティアの機体解説に行きたいと考えています。あと、アニメ版と劇場版ではストーリーが異なるため、それはそれでまた別の動画にしたいと考えています。お楽しみにお待ちください。それではご視聴ありがとうございました。